はい、こんにちは、こんばんは、たかです。今日はお昼に日銀の決定会合があります。もうこれ本当に大注目だと思いますね。事前にこういろんなニュースは流れてきてるわけですけども、主にこのゼロ金利解除、これをどのタイミングでというところがね、どうしてもこれ大きなポイントになってきます。この点に触れてくるのかどうかというところが、今はポイントかなと思いますけども、結構これ意見分かれてますよね。こういった意見が分かれる相場というのは、難しいんですよね。難しいということはどういった結果になったとしても、相場はすごく動きやすくなるんじゃないかなと思います。こうなると会合の結果が出るまではこれはやれることはすごく少ないと思います。そして会合の結果ですね、これを受けて相場の方が動くわけですけども、この結果を受けて内容とともにどう考えていくのかというのは改めて見ていくことになるかと思うんですね。ですからこの結果が見えてくる前にやれることというのは、今のこの現在地、今の環境ですよね、がどうなのかというところをこうしっかり押さえて、あとはもう結果にしっかり対処すると、円が買われてくるんならどうするか、円が売られてくるんならどうするか、このあたり準備が大事になってくるかなと思います。そのあたりこう踏まえながらチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルはサポート割れてますからね、基本的に売り目線というのはこれは変わりません。戻りが入っていますけども、上の抵抗も見えてますから、戻り売りをメインシナリオに考えているんですけども、ただなかなかこう売りが入ってこないんですね。ただ上の抵抗も見えましたんで、ブルとベアとの分岐点はこの上、はっきり見えたかなというふうに思うんですね。そうなるとドルを買っていこうと思うんであれば、この分岐点、これをしっかり抜けていかないといけないわけで、ただ今はこれ抜けてないですね。抜けてないんであれば、ドルの弱さは見ていくということになってきそうです。買っていくんならブレイクは欲しいところですね。確認してからのドルロングということにもなってはくると思います。この日銀の決定会合、どうしてもやっぱり円が注目ということになってくるかと思いますけども、この影響を受けてドル円が動いてくるんであれば、ドルも当然これは影響を受けるかと思いますんでね、何かしらアクションはあるんじゃないかなと思います。ですから今やれることはもう本当に少ない。実際値動き見ていても動いてないですからね。結果を受けてから再判断ということになってきそうです。すぐ上にはブルベアの分岐点がありますから、この分岐点を抜けてくるのかどうかで、一旦は判断していこうかと思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。これも調整レンジが今は見えているのかなといった形ですかね。今の流れはレンジの上から、少し売りが入っている状況ですから、特に今日何もなければ円の売りの流れ、レンジそばの高値圏からの上値の重さは見ていきたいということになってきそうなんですけども、難しいのが日銀の決定会合。何かしらこう材料が出てくると、円が買われて高値を抜けるということも十分ありそう。レンジが見えてるわけですから、これ高値抜けてくるとブレイクになりますからね、トレンドが生まれてくるということにもなります。円をショートしていく場合はもうこれ抜けたらダメですね。あとはボラの大きさですよね。今でもそもそもこの円相場に関してはかなりこうボラが大きな状況になっています。このレンジの幅も広いんですよね。このあたりと比べてもね、ボラの大きさというのはもう一目瞭然だと思いますから、すごくこの円の変動率はもう大きくなってくる、つまり大きなボラが出てきやすいということですね。ある程度これはもう事前に分かっているわけでね、であればこう例えばこうドル円をトレードしていこうと思った時に、普段と同じようなサイズでトレードしてしまうと、自然とリスクは大きくなってしまうわけですね。このあたりのリスク管理というところも大事になってくるかなと思います。この大注目の日銀の決定会合、お昼の12時前後になってくるかと思いますからね、当然ポジションを持つ場合は本当に十分注意はしていただきたいなと思います。あとは15時半ですね、上田さんの会見あたりも注目をしていただきたいなと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強軸チャートになります。ここ最近ボラが大きいですね。円がすごく動いているというのもあると思いますけども、この影響を受けてるんですかね。他の通貨も刺激は受けてるかなと思います。当然今日も円が動いてくるわけですから、他の通貨も動きは出てくるだろうと。問題はどういった動きかになりますけども、これがもう内容の結果次第で、どうとでも変わるだろうというのがありますからね。ですから今すぐ決めつけるというよりも結果を受けて、対処していくというのが、大事になってくるかなというふうに思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、少々重ねています。これも会合の中身次第でどうとでも動きますからね。今週は一旦陽線スタート、リバウンドが入ってのスタートになっています。このまま続けば下落トレンドを止めたということになりますけども、ただ月曜日終わったところですからね、正直こんなのはまだまだわからないかなと思います。先週の高値を抜けてるわけでもないですし、まだ距離も十分ありますから、上がったり下がったりみたいな、そういった動きはもうこういったところはもうすごく出てきやすいとも思います。
はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。そんな中で、まあ、冷やし環境を見ていくと、これも下落トレンド見えてるんですけども、ただ面白いのが一旦流れが止まっているという点、これがまあ141円の5丸あたりをサポートに、一旦のレンジを作り出してるんですね。であればもうレンジを想定して見ていく、まあ、調整局面ですね、これを意識して見ていくと、抜けてくるとまあ多少のこう戻りが入ってきたりとか、レンジブレイクになったりとかもしてくると思うんですけども、まあ、3日間かけて全くこう動きがないわけですよね。ただまあさすがに今日はもうこのレンジ、小さなレンジぐらいは抜けてくるだろうとも思います。まずは今見えてるレンジ、高値が143円を少し超えたところ、一方で下のサポートは141円の真ん中あたりですから、上下で 1.5 円ぐらいのレンジ幅ということになるんですかね。まあさすがにもこれぐらいはもう抜けてくるかと思います。では上に抜けたら何が見えてくるのかというと、これはもう戻りの高値ですね。直近の高値、これが146円、これは現在地から見ていくと3円ほどありますから、まあ普段であればなかなか届かない距離だと思いますけども、ただ今日は大きなボラも出てきてもおかしくないと思いますから、もしかしたら届いてくるということもあるかもしれません。同じことが、まあ、下のサポートを抜けたらと、これも意識しないといけないですね。もともとが下落トレンド見えてるわけですから、まあ、こういった押し目買い勢、まあ、たくさんいると思うんですね。サポート割れてしまったら、そういったロスカットも絡む動き出てくるかと思います。特に、まあ、下に抜けてしまったら、これ安値更新になりますからね。安値更新の動きに対して積極的にこうロングをしていくというのは、これは慎重になった方がいいのかなと。ボラも出てきやすい状況ですからね、前に逆張りをしてしまって捕まってしまったら相当こう痛い思いをすることになるかもしれませんので、まあ、そちらもまあ本当これ注意ですね。まあ、よりこう短期足を見ていてもいいと思いますけども、見たところで結局まあ会合の結果でまあガラッと環境変わってしまうと思いますから、今はあまりバイアスをかけすぎないように、まあ、俯瞰して見ていく方がいいのかなと思います。まあ、ひとまずこの小さなレンジ、これをブレイクしてくるかどうかですね。143円をまあ一旦の高値、141円の5丸あたりを一旦の安値、抜けてくると、まあ、上ははっきり見えてますね。146円が戻りの高値、大きな波を反転見ていくんであれば抜けないといけない抵抗体ということにもなります。まあ、今のこの現在地から見ていくと、まあ、1円2円3円離れた場所の世界の話になってくるんですけども、これがまあ届く可能性もあるのがまあ今日だと思いますので、あまりこう短期の動きに翻弄されないようにしていただければと思います。大注目の日銀の決定会合、お昼の12時前後、これも時間は決まっていませんので、この発表をしっかり待つということになります。あとは15時半ですね、上田さんの会見も控えていますから、こちらも注目をしてください。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。まだまだ強いニューヨークダウとなっています。高値は徐々にですけどもね、上値重い状況は見えてはいるんですけども、ただ終値ベースで見ていくとしっかり高値更新していくんですね。若干このあたりの動きとね、近い動きになっているかもですから、もしかしたらこのあたり、調整の動きになっているのかもしれませんけども、ただまあ終値ベース見ていけば高値更新ですからね、調整の動き見ていくにしても、ショートを見ていくようなタイミングではまだないかなと思います。まあ、これだけ強いわけですからね、まあ、売りを見ていくんであれば一回、大きな売りが入ったというのを見てから判断でもいいのかなと思います。基本的にまあロング目線ということになりますけども、ただこういったじわじわっと上がってくる相場ってなかなかまあ入るポイントもないんですよね。ですからもこのダウ平均、買っていくにはまあちょっとこう高値圏すぎると、売っていくにはまあチャートが強すぎると、次の環境を見た方がまあいいと僕は思いますけどもね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。この日経平均ずっと上値重いんですね。ただまあサポート割れていないので、まあこれ割れてくるかどうかというのは大きなポイントだと思います。これも会合の結果次第でまあどうとでも環境変わってきそうですけども、ただこの日経平均ずっと上値の抵抗を見えているのがこの 33,000 あたりなんですね。これ過去にも抵抗になっていたところで、これブルビアの分岐点に使っていくのいいと思うんですよね。これは分岐点ですからね、抜けてくるとまあロングの目はもうこれ全然出てくるということになりますし、抜けてこない以上はどれだけリバウンドが入ったとしても戻り売り、これは変わらず見ていくということにもなります。あとはこう上位にね、壁が見えてるわけですから、もうこれをレンジと捉えてもいいと思いますけども、そうするとまあ今のこの現在地、レンジの真ん中です。今日の会合で大きく動いてくるかと思いますから、もうこういったレンジ相場はもう抜けてくるものとして僕はもう意識して見ていこうかと思うんですけども、ただこの会合の結果というのが、買いが入ったり売りが入ったりの動きにつながってきてしまいますので、これも結果を受けて、まずは判断としていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。個人的に僕はこれは金強いと思っているんですけどね、ただ強ければこれさっさと抜けてほしいところですね。2040ドル、抜けてくるとまあ直近の高値2080ドルというのが見えてくるかと思うんですけども、
まあ、正直こここうしっかり抜けてくるかどうかは今の段階ではもう考えなくてもいいのかなと。まずはその手前で足場を作っている、この意味を考えていくと、まあ、直近の高値、あとは流れが出てくるかどうかの、まあ、瀬戸際というところで、これもブルビアの分岐点を2040ドルで、まあ、一旦置けばいいのかなと思います。強いということはもうこういったところは抜けてくるだろうと、弱いんであればもうここは抜けていかないだろうと。なので、まあ、ショートをしていくんであればこういったレンジが見えているわけで、まあ、レンジの上から売りを見ていくと、買っていこう、強い流れを見ていこうと思うんであればここは足場見えてますからね、下から買っていけばいいんじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、買い目線、売り目線というのは両方ともが見えてるかと思いますね。ここに強い上昇トレンドが見えてますから、押し目買い環境も何にも間違ってないですよね。ですけども、ここがもうかなりね、潰された動きになってますから、強い売りが入ってるわけですね。これをメインのしっかりした売りトレンドと見ていくんなら、戻り売りという環境も見えてきます。ということは、まあ、ショートも何も間違ってないんですね。結果が出てない以上は、このロング勢もショート勢も何も間違ってはいませんので、まあ、僕はゴールドの強さというのは若干まあバイアスはかけて見てしまってるんですけども、まあ、フラットな目線で抜けた方向についていくという考え方でもまあいいとは思いますね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、これはもう会合の結果をまずは見ていかないと何とも言えないところですよね。まあ、今の環境はというと、まあ調整レンジが見えてるかと思いますけども、ただレンジの幅も狭いですからね、まあ狭いとはいえ1円ぐらいあるんですけども、まあ、今日の結果、どういう結果になろうともさすがにまあこういったところは抜けてくるだろうと思いますから、まあ、こういった結果を受けてから、もう一度判断はしていこうかと思います。あとは漢字の円の動きですね。円指数になりますけども、今現時点の環境は調整レンジの高値圏、この高値圏から若干売りが入ってきているという状況ですから、まあ、何もなければ円の上値の重さは見ていくことになるかなと思うんですけども、結果次第でもこれはガラッと変わってしまいますんで、まあ、あまり前のめりになりすぎないように見ていただければと思います。基本的にはこう新たな材料というのが何もなければ円の方には売りが入る、何かしら材料なんかが見えてくると円の方は買われやすいというのはまあ基本的にはあるかと思います。はい、あとはドルインデックスですね。まあ、円相場にまあ注目集まっていますので、ドルはそこまでまあ動いてこないかもしれませんけども、環境としてはもう面白い環境だと思うんですね。すでにまあサポート割れていますからトレンド中です。戻り売りの環境で上値の重さも見えてきています。これ抜けてしまったらちょっとね、いろいろまあ変わってきそうですけども、まだ抜けてないですから、ドルの上値の差を見ていくのは全然ありだと思います。ただ、まあ、抜けてしまった際ですね、例えばこうドル買いを見ていく人とか、ショートをしてしまった人の、まあ、買い戻しのポイントであったりとか、そういうところも注目していくんであれば、目の前に見えているこの分岐点、抜けてくると環境変わってしまいそうですから、この動きにドルショートで付き合わないように、注意はしていただければと思います。何度も繰り返しになりますが、今日の日銀の決定会合、お昼の12時前後、上田さんの会見、15時半になります。この際にポジション持ち越すと大きな動きに翻弄されてしまうことになりますんでね、十分注意はしてください。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。